じゃあ行きますか。行きましょう。行きましょう。はーい。はーい。はーい。そうそう、なんかえ、服どうした、うつくん。終わりやん。俺の服の解像度だけ高くないですか。終わりやん。終わってるよ。服だけもう終わりだ。終わりやん。よっしゃ、来るー。よっしゃ、来るー。ずっと来るー。ずっと来るー。ずっと来るー。ごめんな、フィント。え？ごめんな。本当に。お前キモいよ。長くしよう。大丈夫、キモいから。長くしよう。キモいから大丈夫だよ。長くしよう。キモいから大丈夫。はいはい、長くしよう。キモいから大丈夫。あ、もうつい通信妨害多くね。いや、誰かにお任せよ。誰かやって、うわー、怖いよー、怖いよー、めっちゃ時間かかるやん。怖いよー、めっちゃ時間かかる、これ。お、緑、お、緑魔女してるわ、これ。え？緑魔女じゃねえ今の。え、緑の、え、緑の立ち回りやばい、ちょ、やばいやばいやばい、立ち回りやばい、あいつやばい、あいつやばい、あいつやばい、なに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 、ボタン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 、押しな押しな押しな押せ、ボタン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 、あーびっくりした、なになになになだったんすか、絶対俺についてる、絶対呪いついてる、あ、ついてないわ、ついてない、ついてない、じゃあ、じゃあなんだ、じゃあなんだ、じゃあなんだ、え、なんか変なとこで隠れてたんだよね、緑が。いや、緑くんがめっちゃ近くでもう殺される準備できたか、おい、これ。いや、でもほんま FB さん助かったのは、キックさんにね、ちょっとね、お叱りを受けてたんですよ、さっき。いや、だから、お前 LINE 返せよって言われてた。プライベートトークやめろよ。ほんで FB さんがボタン押してくれたから止まったんですよ、それ。危ねえ。これちゃんと送ったのに、返事返ってこないから。いや、でもキックさん、あの、写真送ったじゃないですか。マジで来てなかったんですよ、僕の LINE に。写真送っただろ、送ったっていう。なんの話だよ、これ。ほんますいません。ほんますいません。まあ、とりあえずは。緑は、まあ、とりあえずは。なんでそばに2票入ってる、かわいそうすぎる、かわいそうだ、かわいそうすぎる、お前だ、お前怖っ、あ、たまには助けやるか、そうだ、占いの可能性あるからな、まだ、はいはい、誰かやってくれるやろ、来い、はい、来ない、あ、でも8分の0だからまだこなしたやつには入ってないのか、これ、あ、行くしょ、行くしょ、行くしょ、階段登れない、俺動けない、なんでなんでここから、なんで、嘘、嘘、また嘘、嘘、また嘘、嘘、じゃあ、こっから、こっから、こっから、あ、あ、あ、そうだ、ちょっと、ちょっと、ねえ、おいが怖いわ、おいが、俺も怖い、いい意味でね、いい意味で、いい意味で、若返りの薬をくだ、ちょっと待って、タスクしたい、一個は、こう、あ、これやってみよう、え、めちゃくちゃ、おぶねー、あー、ちょっと、ちょっと、ちょっと待って、え、うつくんじゃん、うつくんやん、あの、俺ね、体洗ってたの、はいはいはい、はい、そしたら FB さんがフィューってきてトロゾさんぶっ殺したかって言ってた、え、本当だから、FB さん、いやいやいや、やってないっす、やってないっす、え、俺、マジ、多分なんか体洗うタスクだったんで、ふわふわふわって煙でね、多分俺のこと見てなかったんですよ、多分。あ、まあ個室ですもんね、あそこ。いやいやいや、めちゃめちゃ今です。やっちゃった。でも確かにメインホールを通っていったのは見ましたよ、僕、あの FB さんがすれ違って右側に。ちなみに俺、あのセキュリティでカメラ見たら FB が一人で、あの、ピラって映ってたの見えたけど、なんか喋れば喋るほど情報がどんどん FB さん、なんかどんどん FB さん情報が、これマジ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 、俺にタスクの説明をしてくれたんです、下からされたのかな、このタイミングですか、これほんとこのタイミングです、俺が押す、ほんとこのタイミング、1秒前とかです、え、どうしたんすか、あ、だ、多分そう、俺セキュリティでか、あのカメラ見たのってほんとちょっと数秒前だから、さっきまでアーカイブに一緒にいたんですよ、FB さん、はい、うん、先に下ってって殺してる可能性がある、じゃあ、うん、証言もある、じゃあ確定じゃないかな、FB さん、FB さんなの、いやー、ちょっと待って、 FB さん言っとくか、ここで間違ってたらマジで申し訳ない、僕でも死んでどうにもならなかったらあれですよ、マジで怪しい、まあしたら打つくん、まあ、まあ、うん、確かに、ね、もちろんもちろん、か、愚痴そう、愚痴そうがなんかよく聞いてなかったけど、 FB さん変わってたんか、多分やったでしょ、イエーイ、全然今の話聞いてなかったけどさ、やっぱ怖い怖い、やめろって、お前愚痴そうがさ、 FB さん変わってた、え、ちょ、え、
えら、話そうって、話そうって。怖い怖い。話そうって。バイバイ。右側018488869嘘つき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 何がやばい、ここ一人やんないと怖いわ。俺今、俺これやった。 OK OK 出たよ。あれもう一回やんの。あ、終わった終わった。ちょ待って、俺タスク一個もできてないわ実は。あ、もうどこここもう分からん。右に固まる。あー怖い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 。よし、悪霊退散。ん？カードを挿入。タスク1個ぐらいしたいな。何？何起きたの？ああ、ピンク起きました。何が起きた？何が起きた？なんで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 ？何が起きたの？何が起きたの？あれ、トロトロさん死んでる。いや、さっきさっきさっき死んでる前に。ああ、すいません。ああ、すいません。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 ベンさんが押して押してって言うからちょっと押したんですけど、どうしたんですか？皆さんに黙っていたことがあります。あ、占いか？占いか？覚醒しております。やだ！これめっちゃ無視しちゃった、ベンさん。まあ、赤目のともこういう風に使うからね、最初本当本当このタイプができるって分かんないんだもん。それでですね、はい、それで、あの大先生にちょっと、占い、占ったわけですよ、大先生を。大先生も、はい、はい、村人陣営でした。よかった。じゃあ、FB さんが確定ってこと？隠しろ。なるほど。 FB さんが確定くる。でも僕ボタン押せなかったんで、占い師押せないんですよ、ボタン。そうね。あ、そうか。だからずっと押して押してって言ってた。めちゃくちゃ無視したな。あ、言ってた言ってた。ボタン押したよって、なんかキックさんがわけわかんないこと。そうそう、こいつ急に何言い始めたんだと思って。いいからゲームしようぜ。いいからゲームしようぜ。さっき、愚痴つもさ、なんて言ってた FB さんの時。ん？何が？FB さんをアーカイブで見て、うん、なんて言った？あ、そう、FB さんアーカイブで見て、下に下ってったから、うん。下に下ってったなって。やばっす。なんだ今。いや、うん、なんか俺のこと疑ってるな。いや、でも、FB さんはこれだけの黒ってことが分かったから。なんだよ。違うんだよ。うん、違う。FB さんのこと、俺も怪しいって思ってて、FB さんのことね。はい。だよなーって、だよなーって感じで同調しに行こうと思った。だよなー。同調ね。そう。同調の仕方が気持ち悪いかもしれないね。もしかしたら。同調の仕方が気持ち悪い。愚痴もちょっと、どうだ？わかんないか、でも。ちょっとわかんない。殺しなくて仕方ないやつおるな。愚痴も怖いなー。じゃあもうね、占い師出たからタスクやなくていいってことか。どうせタスク勝ちなんて。あー、うそだー。逃げろ。俺は右側に用がある。ちょ、マジで、ちょ、マジ、どこ？こっちか。何これ、テロンテロン。マジで熱い。これ何これ。散らかってるやつを片付けるタスク。おお、すごい。やべ、待って、これの時にあれ来たらだるいぞ。あー、うわっちぃ、こわー。これどうやって渡るの、これ。渡れないのか。え、貨物室どうやって行くの、これ。行きたいところに行けない。え、貨物室どうやって行くの。行けない。やべ、トモさん怖ー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 。上から、違う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 。怖くない、怖くない。怖くない、怖くない、怖くない。あ、マジでカードキーじゃん。カードキーじゃん、本当に。あ、割ってるわ、しかも。
何これ何これあタスクが分からん。あ、こういうことか。はい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 。わかりやすい。え、まだある。なんかさっき愚痴されてたんですけど。はい。そうっすね。あの、焼きパンが、え、一番上行っておくか。みんなマッサージ師らしいです。え？セラピスト？セラピストらしいっすよ。愚痴さんが言ってました。本当か、あいつ。ここ用ない。あ、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 あれ？え？はい。え、誰？パンクパンくん焼きパンパンくんパンくんどこですか。違うのが出てくるからパンくんが本当に武器庫の上、通信室の下、エンジンルームの左、コックピットの右で死んでました。めっちゃ詳しい。通信室死ぬやん。いや周りにホーム廊下ね、廊下そうそうそう、廊下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 でいい。そうそうそう、あの廊下ああなるほどなるほど。えそこにいたのは誰ですか。左側いたのは誰にもいなかった。え誰だ。途中までこっちまで誰がいた。俺右上にしかいなかった。死神さんとか一緒にいましたけどね。でも死神くん、じゃあ死にかな。じゃあ俺が若い人に行ったら誰じゃないか。何を解除。左が、あ、緊急やりました。左やりました。あ、グッズさん、グッズさん、俺と焼きパンさんと黒縄さんはもう絶対に死、あの大丈夫なんですよ。ゴンカネさん、ゴンカネさん、ゴンカネさん、ゴンカネさん。いやなんか、こんなこと言うとアモアス慣れてる感出てるかもしれないですけど、これグッズサバさんセルフっぽくないですか。いや、それ言ってみたいだけじゃないですか。いや、なんか、アモアス慣れてる感出すの嫌ですけど、グッズボさんっぽい。セルフでも、でも、言ってみたいだけですよ、それ。そしたら左側解除しないんですよ、一人しかいないから。え、でもあれじゃない、ヤキパンが解除したのをパクったんじゃない、グッズボが解除した。やったかもしれない。あ、確かに。ヤクターはでも遠いから、キル現場とはそもそもめちゃめちゃ遠いから。グッズボはさっきから怪しかったからな、FB さんかばったり。怪しかったっすね。かばってたんすか。左側にいたのめっちゃ怪しい。かばってない。そもそも、違う、まだみんなもっと位置情報を。まあまあ、でもこれはスキップするよ、スキップ。おぶろ、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 おぶろ。コネシマ危ないな、釣った方がいいな、あの人。今回、ちょっとあれやわ。怖いわ。停電どこ、これ。これ、どうやって扉とか開くの、これ。ああ、ナイス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 。あ、これ、もう開けんの。お前、絶対死ん、絶対死ん、絶対死ん。何？びっくりした。聞いてみるか。コネさん？これ、何？なんでグッズそうだと思うんすか？セルフじゃないですか。なんでそう思うんすか？いや、適当です。それやめてよ、マジで。俺も被害者ね、さっきの。すいません。いや、違うんですよ、ナタさん。はい。あの、いろいろとその状況整理をさ、さっき洗って、はい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 。したじゃないですか。はい。そしたら、なんか、誰も何もなさそうだったから、なんかセリフなんかな。ああ、まあ、完全に勘ね。え、そう、すいません。これ何、これ何。ああ、これタスクか。誰かやってくれるやろ。やってくれるやろ。え？え？緑？どうした？どうした？なんでおさんこいつ？なんでおさんなんで？ラダオくんが死んでる。おいなんで？なんでおさんおい死んでる。なんでおさんこれ？死んでる。おい死んでる。死んでる。ラダオくんが死んでる。これは。おせおせおせ。死んでる。ああラダオくん。おせよ、おせよ、おい、オタクの緑はどうなってるよ。いやなんかはいはいはい、俺一個いいですか。はいはい、はい、俺今あの昇降機のとこで緊急一人でやってて、はい、でそれ左側で同時に解除するじゃん。一層手が来るだった。でそれやって上に行った時にあの、はい、アーカイブの方からグッチが一人で白い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 って言うから。え？なるほど。白い白い白い。で消火器を左側にずれてなんか逃げるように。ああ、クソ推理が光ってるよ。いいね。からなんすか。まずあれか。要するになんすか。要するに。だからラッターをやったのはおめえだよ。なんでだよ。ラッターさん。お前エフビーさん。ちょっと今のキックンさんのやつは置いといて。あのすいません、すいません。はい。はい。一旦スタイルに聞かせてください。アーカイブです。はい。で、僕が見に行ったら、ラッターさんの死体と、緑くんがいました。通報しました。以上です。え、キックンさんは、なんでアーカイブに死体があるっていうのは分かったんですか？え、だってみんなでいたじゃん。
え、発見したぜにいたんですね、キングさん。あ、いたんすか。いますよ、俺、はい、いやー、なんで、なんでや、緑くん。こういう時、パッションできんからな、緑は。危ない危ない。ちょっと、わかんないっすけど。レイアンスじゃなくて、写真のタスクのところ。どういうこと、うん、はい、クロナーさんと一緒にいたんですけど。何が起きてるんだって。二人でいた時に、コネシマさんとラッタが右側に行ってたんですよ。歩いて、はい、あ、そうそうそう。で、別れたんですよ。俺、ラウンジ行ったんですよ、で。その横、横右の緑がボタン押しに行かなかった通らないといけない。おっと、いや、スキップ、山そうか。ちょっとわかんないな、今のは。やばいな。緑くんさんか、小根島さんってことっすよね。セルフやったんじゃない。そうそうそう。いや、緑くんさんもやったかっていう。あ、そう。なんで押さないんや。やばいやばいやばい、見たいこと舞台や。でも、これ逆に殺さないか。いや、殺す。いや、まあ、そうね。え、これ、緑くんもやってないっすよね。これ、逆に、やってるから、なんで緑くん気づかないや。いよいよ死んだ、緑くん。いやいや、もう緑は、パッションが足んないから、言えてないんだけど。もう、開かないんだけど。ラッターさん、ちょっとどうにかしてくださいってことも。いや、もうしょうがない、どうしよう。生きていたい。なんでこれ、これどうやって開けるんですか。あ、いたわ。あれ、占い師ってもやったっけ、やったか。占い師は、うつ先生を。あ、やったやつよ。俺は死にたくない、やめろ。これ開けないの？ペイント殺さないので開けますよ。怪しまいんじゃない？カードで開けますから。死神くんがちゃんと覚えてれば。小根島さんじゃないのやったの。え、ちょっと待って、これ使用押せばいいの？あ、使用押せばいいです。これ小根島さんやりましたよね。ブチボスさんじゃなくて。これ、ペイント。あったのこと。どうだ？お前殺されたペイント！気をつけ！ペイント！殺されたら終わるぞ！ペイント人生まずやってないっすよ。だって、緑くんと俺、遭遇したんすよ。で、や、お互いやってない。これ、ないよね。口つぼ。ね、口つぼさん。あれ？届かない。いいなぁ。よし。ああ、いけ。よし。めちゃくちゃいるぞ。誰も俺に触れてない。よかった、よかった。頑張れ、頑張れ、頑張れ。あっち、ライトサイ、ライトサイ。行くぜ。ナイス、ナイス、ナイス。上か。あ、場所が、場所が、ペタボカしてきた。みんな見てて。コネシマ、え、見ててる。やるんだろ、やるんだろ、やるんだろ。え？コネシマー、やったかー。コネシマさー、なんで笑ってんだー。コネシマー、アロママッサージじゃねえ、オイルマッサージ来てかー。行きたいっす。もう死んでるぜ。ないか。やばい、これでペイント殺されるのまずいぞ。あ、これペイントやろ、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 ペイントやろ。あ、え、あれ、何十種。え、やられたー。あの、みどりくんさんがやってました。やっぱりやったんだお前。やっぱり、これしまじゃねえかよ。しまじゃねえ、ペイントさんと俺とみどりくんさん、俺の予想が当たったのやっぱり。みどりくんさんがやってます。俺がペイントやってた。みどりくんさんがセルキもセルキも教えました。二人釣ればまあ終わりじゃない。そうですね。二人怪しい。この二人ですね。うん。さん、これはね、終わりよ。いや、俺みどりくんマジで神じゃん。みどりくんまず行ってってこと？うん。じゃあどれ見ていく？みどりくん本当にいい人だな。いい人。いい人。お願いします。なんか怪しいムーブしながら本当は味方だったみたいな。いやでもやっぱこれないと。いやこれこれみどりくんさんと終わるって。よしよし。終わらなかったらどうしますこれ。よしよし。終わらなかったらやばい。終わらなかったら。終わんない。終わらなかったらグッチスボさんでいきましょう。あ、俺か。なんでやねん。あんな白かったのに。いやこれでいこう。まあまあまあじゃあ。この後、コネシマを釣れないんだったら、俺はここで投票しずっとしないよ、俺。この後、活躍しろ。わかりました。わかりました。みどりくん、かっけえよ、マジで。コネシマを投票しないとってやばい。みどりくん、かっけえ。すごいな、その方法。初めて尊敬した。みどりくん。ただ、みどりくんはなぜ通報し、これ、ほら。あ、いた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 。やばい、コネさん、ボタン押される前にキルしよう。ボタン押される前に。そうなんだよ、そうなんだよ。あと20秒早く早く早く、クロナさんがついてくる。はい、探さないと。やべやべ、早く。あー、押されたー。あぶねー、押されたかと思った。押されたー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 。
コネシマさんがずっとついてきます。いや、あのタイムリミットあと20秒だったんですよ。コネシマさん、ちょっと俺アマース分かってる風なこと言いますけど、セルフっすよね、さっきの。じゃあやるしね、これめっちゃいいやん、めっちゃいいやん。そう、俺実は2回もみどりくんの目の前で殺人を犯したんだけど、みどりくんが何も言わねえからなんで何も言わないんだ。いや、だから2個前から終わってるはずなんですよ、本当は。なんでだよ。こえやつで頑張ったな。ダメだった。おつー。いや、みどりくん、ナイスー、ナイスー、みどりくん、みどりくん、みどりくんよくやったな。え、みどりくん、なんでラッタ殺した現場見てたのに言わなかったの。見てなかった。見てなかった。見てなかったか。え、でも死体の目の前でなんで止まってたんですか。誰か来るかなと思ったら、次来た人は白かなと思って待ってたら、いやー、なるほどね、白かと思ったんだけど、なるほどね。みどりくんマジでずっと小根島さんに粘着して、白だと思ったから、よく粘着してたな。え、怪しいからじゃなくて、怪しいからじゃなくて、そうだよ。え、じゃあ小根島さん殺さなかったらいけてた。いけてた。嘘だろ。みどりくんなんか頭いいムーブかと思ったら、バカだった。うん、アホだった。アホだった。賢いと思ったのに。いや、でも俺みどりくんと仲良くなれた気がする。いや、よかったな、みどりくん。よかったね。ちなみにこれ、FB さんに聞きたかったんですけど、本当にウッズ先生のことは分かんなかったの。分かんなかったっす。はいはい。僕の視野角で突っ込んだ時に見えなくて、あっと思って。いや、俺、ウッズ先生に、いや、それ体の汚れ洗い落とせばいいんすよ。あー